ん、こんにちは、ずちゃんです。ずちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございま す。私今日はマスクしてるのが家帰ったばかりなので、私はマスクしてます。今天这一支影片呢是要跟大家分享我们两个打完疫苗的副作用，可能可以给大家作为参考。まだね、打ってない方とかいらっしゃるかと思うんで、すごい不安だと思うんですよ。実際自分たちもすごい不安でね、いろいろ調べたんですけど、実体験をね、皆さんに伝えていけたらいいなと思っております。もちろん個人差があると思うので、打つ前にちゃんとやっぱり病院とか先生に相談してください。実際ね、自分とルーちゃんは全然違ったんですよ。まあうちの会社でね、職域接種っていうのがあってですね、会社で打ってくれるワクチンのことなんですけど、自分が先に打って、その後にまあ1週間後2週間後ぐらいかな、ルーちゃんが受けたっていう形で受けてます。で、今回うちが打ったのはモデルナです。そうですね、市役所から来たのがファイザーです。私が自分で予約するのがちょっと面倒くさいなと思うのでなので、ワンダーの会社でモデルナを接種しました。正直ね、モデルナってなんか副作用が強いって言って結構心配してたんですよね。じゃあまず第1回目打った時のことを話しましょうか。はい、自分の方は1回目打った時はそこまで副作用はなかったです。特に熱も出なかったですし、打ったその日の夜ちょっと腕が痛いなぐらいかな、腕がここぐらいまでしか上がんなかったかな。打った次の日もちょっとジンジンくるぐらい、まあ、触られたらちょっと痛いで、ちょっと腫れてるんだけど、通常の生活してて普通になることはなかった。で、1回目打ち終わったらワンダンはすごいテンションが低かったんですよ。あ、それあったね。そうそうそう。で、その日は喧嘩して、なんで喧嘩したのも忘れたんですけど、すごいなんかテンション低くて、すごい落ち込みやすくなったらしいですよ、ワンダンが。いつも楽しいこと考えて生きてるんですけど、打ったその日は全然テンション上がんなくて、なんか悪いことばっかり考えてしまって、心がね、よどんでました。そうですね。あとその時私が怒られるんですよ。ワクチンは筋肉注射なんですよ。筋肉がね、すごい痛いんですよ。ルーちゃんがドーンってぶつかってくるんで、すごい痛いんですよ。わざとじゃないですよ。もう本当に、ウェンダーンってバーンってなって、ウェンダーが、あ、痛いみたいな感じになって。ウェンダーがさっき言った通り、腕はここまでしか上がらない。うん、で、私も1回目打ったら、ちょっと筋肉痛だなーぐらいで、でも手は全然上げれるし、まあ、ちなみに気が沈んだ時にちょっと頭痛あったから、で私全くなくて、もう本当なんか筋肉痛ぐらい、うん、でも全然なんか動けるし、なんかぶつかっても痛いは痛いんですけど、もうそんな痛いわけでもなかった。ここはちょっと俺とルーちゃんの違いかな。俺はちょっとまとめると頭痛、あと腕が上がらなかったと、あと気が落ち込んだ。でもルーちゃんはいつも通りですねまあほぼ副作用なしということでした。もともと2回目はやばいっていう話を聞いてたんで、自分が打つ時にルーちゃんはもう最初に冷えピタシートとゼリーとか買ってくれたかな。あれとても嬉しかった。漫画から学んで、おポカリスウェイト、雑炊、ゼリー、しかもみかん、あとアイスクリーム。アイスクリームは私なんかどうしても受け入れないから、アイスクリーム買ってなかった。あれ、なんか日本人は結構漫画で見てなんか結構食べたいっていう人がいるらしい。熱ある時にね。そうなんだ、俺そういう知識なかったそう、私も買ってなかった。よかったなので先に買って帰りましたね。まあでもちょっと残念だったのが、解熱剤を買ってくれてなかったんですよ、ルーちゃんは。まあネットとかで調べて、なんか39度とか40度も超える人がいるっていうのをちょっと見てたんで、まあ、自分は帰りに解熱剤を買って帰りました。私全然見てなかったから、で運動がそこすごい調べてくれて、で買いに来ました。そう、打った時に、まあ、正直ちょっと違和感あったんですよ、うん、1回目は特にあもう終わりって感じだったんですけど、思い込みもあると思うんですよ。しびれもちょっとあったんで、まあ、そこは不安だったんですけど、で7時間後とかかな、寒気と暑さが一気に来たんですよ。打った時はもう本当今みたいに涼しくなくて暑かったんで、クーラーとかつけてたんですけど、ただクーラーの風も寒い、でも暑い、どうすればいいのって感じで全く寝れなかったんですよ、その日の夜。でその翌日からもう高熱になって、で私がもう本当その時ちょうど仕事がめっちゃ忙しかったから、あんまり看病できなかったのが今でもすごいなんか申し訳ないと思ってますすごい悲しいです。その時一番やっぱりそばにいてあげたいじゃん。でもなんかもう本当ちょうど仕事が忙しくて悲しいんですまあ、まあ、いつも仕事が終わったらバーンってのがそのすぐ帰って大丈夫今日って聞いてでワンダンはもうベッド横になってもう死んでる感じですね。でも本当にそのルーちゃんいなくても、ルーちゃんが買ってくれた冷えピタシートが
めちゃくちゃ役に立ったんですよ。これね、私は子供の頃お父さんが寝ずあった時絶対なんかやってくれるやつ、冷たくて、パケ1は8時間くらい冷たさを維持するって書いてるんですけど、でそれを貼って気持ちいいです。めちゃめちゃ気持ちよかったですで温暖は結構ひどかったんですよ。あの39度も超えて、そう、その37度7分はもう寝る前とかなんですけど、まあ結局眠れなくて、朝なんか5時ぐらいに起きて測ってみたらもう38度うだうだして、また1時間後測ったらもう39度とか、これもやばいなと思って、で解熱剤を飲みました。あと食欲も湧かなかったんですよ、正直。もうかわいそすぎる本当に。でそこの時に役に立ったのがルーちゃんのゼリーよかった、嬉しいです。そう、しかもルーちゃん今回みかんだけじゃなくていろんな果物の入ったなんかビタミンがめっちゃ入ってるやつを買ってくれたんです。そう、桃とかリンゴとか、なんかほんとみかんだけじゃなくていろんな果物が入ってるゼリーをやった。正直めちゃめちゃ嬉しかった。え、嬉しい。なんかね、桃とか あとパインとか入っててめちゃめちゃ美味しかった。嬉しい。そうあーよかったそう、ゼリーと熱さまシートと解熱剤、その3点で自分乗り越えました。でそれで温暖が3日ぐらい一番辛かったんですよね、うん、で私が温暖を見てめっちゃ怖くなったんですそう、もうめちゃめちゃね明日駐車場行きたくないってねめちゃめちゃ言ってたのやっぱり身内こういうの見るとああ本当大変なんだと思ってちょっと怖くて、帰って私温暖が初日の夜すごいひどかったから私もちょっと夜やばいかなと思ってて何でもなくて、でその後翌日になってもちょっと熱は上がってるんですけど、38.34 くらい、そんぐらいだったね、熱があって、でそれで冷えピタシートを貼って、全然上がらなくてめちゃくちゃ元気で食欲もあるし、ずっとはぼーっとしてる感じです。ウェンダもびっくりして、で私も私が副作用あまりないタイプの人なんだと思って、でマサが1週間ずっと続いてるんですよ。でそれでウェンダが3日ぐらいでもう乗り越えて、私1週間ずっと 37.5 とか 37.6 とか、ずっとその間で体がすごい疲れてました。うん、体の中の免疫とかもあるのかもしれないしね。私たちやっぱり先生じゃないから詳しい原因は分かんないんですけど、ただ2人の経験上ではこんな感じで、これから打つかもしれない人にはこの経験はもし参考になればすごい嬉しく思います。どちらのケースにしても解熱剤と熱さまシートとゼリーは買っといた方がいいと思いますでも台湾人多分ゼリー食べないと思いますああそうかまあゼリーは本当個人的に好きだっただけであでもポカリスメートより水の方がいいと思います。そう、もう本当に詰めてから飲んだ方がいいです。台湾の詳しい事情は分かんないんですけど、自分の台湾の友達から聞いてる話で結構ワクチンが予約できるような環境になったらしくて、それで皆様もそんな心配せず、もう本当たくさん寝てたくさん食べて不安な気持ちを飛ばすような気持ちでやった方がいいと思いますはい、今回のね動画は以上となります。少しでも皆さんの参考になればいいかと思います。医学的なこととかちょっとわからないんで、もう本当の体験談を皆さんにお話しました。那希望这个影片呢可以给大家做一点参考。那我们就下次影片再见。バイバイ。バイバイ。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。